3週間後にサンパウロの日系人社会の要望で再試合が行われることになった。会場に集まった日系人は、今日こそ日本の柔術がブラジルの柔術を破るのだと信じていた。しかしこの日怪我も感知し、ヘリオの体調は万全であった。死後6分、チョークで加藤は完全に気を失った。意識のない加藤を逮捕した木村がヘリオを待ち受けていたことは言うまでもない。